B グループから上がりました。4勝1敗8ポイント、剣道家臣初めてのこの優勝戦進出です。そして A グループ同じく4勝1敗8ポイント、史上初の2連覇を目指します。ディフェンディングチャンピオン金本浩二。金本浩二さあ史上初の2連覇なるか、金本あるいはこの4度目の大会で初めての優勝戦に進んだ剣道家臣が初優勝戦進出、そして初優勝を飾るんでありましょうか。この家臣リーグ戦の最終戦ドクトルワグナージュニア戦ではゴング前から先制攻撃、そしてゴングを入れるジラルミンのケースを凶器に使うなど、この優勝戦進出に向けてなりふり構わず戦ってきました。そして今この優勝戦ゴングが打ち鳴らされています。さあ A グループ代表の金本、望月、ショッカー、そして高橋に3連勝した後ライガーに黒星、しかし最後の浜田戦に勝って4勝1敗の8ポイント。一方の剣道家臣田中を折から侍と3連勝の後やはり大谷慎次郎に敗れましたが、最後の最後 6.6 つの大会でワグナーを破ってこの8ポイントを獲得、優勝戦進出を果たしています。マサさん、いよいよこの優勝戦金本対剣道という剣道家臣という戦いなんですが、今日のこの試合をどういうふうに予想されますか。まず最初にお互いにタイプが違うということね、家臣の方はサーブミッション系、はい、金本はキックですね、はい、それとお互いに全然タイプが違いますから、僕らも予想できませんよね、あんまりね、はい、さあ柴田さんはこの試合をどういうふうにご覧になってますか。あの金本君は史上初の V2 狙いとですね、GP ジュニアチャンピオンとしての、はい、ジュニアリーグ戦制覇ですよね、これってのはものすごい偉業ですから、はい、今チャレンジしてほしいんですけども、家臣もねやっぱりそうはいきませんからね、ですよね、本当分かりませんよね。お強い背筋で金本を抱えていきました。まあ家臣もね、レスリング出身ですから、はい、うまいですよね、タックが入ってね、まあ、1度目失敗しましたけど、はい、2回目なんかでなかなかどうして、やっぱりこの辺はあのブライアン・ジョンソンあるいはドン・フライの見せるようなそういう動きも兼ね備えてますよね。カシンはもともとそういうこと知ってますから、全日本クラスの、レスラーですからね、アマチュアで、はい、しかし柴田さん 6.6 の角、はい、あのドクトルワグナージュニア戦ではですね、もうとにかくあのえげつないという表現がぴったりするような、はい、そんな家臣の戦いだったんですけどね、サブミッションももちろん素晴らしいんですけども、椅子とかの使い方もねなかなかうまいんですよね、家臣というのはね、場外戦もね、はい、僕なんかやっぱりねこういうジュニア選手がね、はい、椅子とかね、手伝うことがね、